それでは、多田が表題の、論文について紹介いたします。まあ、文字より、メディカルドメインの、テキストの、抽出型予約の話です。でこの論文は去年の、ナックルのワークショップの論文になります。電子健康記録、デンカルとかなんですけど、中 の,、の内の、患者のケアとか管理とかっていう、いろいろ必要な情報いっぱい書いてあるんですけど、そういったものっていうのは、この、EHR、結構長期の記録、日本だとあんま馴染みないかもしれないですけど、長期の記録なので、分量多くなるんで、どうしても埋もれちゃうっていうのがあります。で、それが、それをレビューするっていうのが、医師の通常のワークフローの中だと、難しいと、この論文では述べています。で、この、臨床記録に関する、疾病固有の、抽出型予約っていうのを、この論文では取り組んでいます。で、後で触れるんですけど、見る人によって、患者さんが、普通に病院行って、いろいろ治療を受けたりとか、いろいろプロセスがあると思うんですけど、それをの文章を見る人によって、必要なあの情報っていうのは変わってくるので、今回は医師とか看護師の方の、視点っていうのに焦点を当てています。で、この HR 固有の、特徴量っていうのを使ってあげて、予約を良くしようみたいなものと、データセットの、構築だったり、パイプラインの提案だったりっていうのを、この論文ではしてます。で、導入で、先ほど触れた、EHR は、患者の、健康情報、これまでの疾病とか、いろんなものが、書かれている記録になります。で、これに含まれる情報っていうのは、構造化されたというふうにされているんですけど、バイタルだったりっていうものと、構造化されてない、自由記述の文章などで構成されているっていうになってます。で、日本でもそうなんですけど、こういった文章が、電子化、電カルの普及率とかなんかそういう話があったりしますけど、こういったものへ移行することによって、意図せず、記録っていうのが、増大しているっていう現象があるとこの論文では触れていて、テンプレートの導入だったり、コピー&ペースト、作業者のコピー&ペーストだったりっていうので、不必要なデータだったり、冗長なデータっていうのが、含まれてしまうというふうにされてます。で、この HR 内の、先ほども触れたんですけど、重要な情報っていうのは、こういったシステムを使うユーザーによって、異なってくるっていうところがあります。で、この研究の最終的な目標は、医師が作成した、予約に近い予約を出してあげるっていうことになります。で、今回は、患者さんの、高血圧 と、糖尿病っていう2つの、疾患に関する、重要な情報っていうのをちゃんと持ってこれるかっていうところに焦点を当てて予約していきます。で、また、このドメインよく論文に書かれてると思うんですけど、言語資源は少ない状態ですっていうところです。で、ここから、データセット構築していくんですけど、まずデータは、先ほど触れた高血圧 と、糖尿病っていうのが含まれている、アメリカの、大規模な、EHR っていうのでを使ってこのデータセットを構築していきます。で、患者さんの EHR 内で、医師の方または看護師の方が作成した、先ほど触れたその2つに絞って使用します。で、使っていくデータ、選択したデータの、半分を人手で内容確認をしたものですとされていました。
で、最終的にやられたコーパスは、まあ、3453人分の、記録です。で1つの、記録あたりの平均分長平均が、138分ぐらいの、ボリュームの、テキストになります。で、今回は12人の、お医者さんによって、まあ、重要な箇所、まあ、抽出するとしたら、抽出型予約するとしたら、まあ、必要になるっていう箇所をこうチェックしていくって形になるんですけど、まあ、各文章に2名ずつ、チェックして、まあ、その2人以外の3人目が、ちゃんとなんかちゃんとチェックできているかというか、その内容をちゃんとチェックするっていう形をとっています。で、そのチェックされる箇所っていうのは文章ごとにだいたい 4,5 分ぐらいっていうことでした。で、このチェックしたものするっていうしたものっていうのは先ほども触れたんですけど、まあ、予約として、まあ、提示されているもされるものを、まあ、想定したっていうような想定して、まあ、チェックするような形になってます。で、各文章2人で見るって言ったんですけど、まあ、今回の論文は、まあ、選択しない文っていうのが圧倒的に多いので、まあ、2人 の一致度を、まあ、相関とか見ないじゃなくて、まあ、プレッシャーリコール F スコア F 値で見てあげるっていうことをしています。で左側が、まあ、高血圧で右側が糖尿病です。で後でも出てくるんですけど、まあ、人によってこう人によってと言いますか、まあ、そうですね、人によって、この情報が欲しいっていうのが若干異なってくるので、そこまで高いっていう、専門知識のある方でも、まあ、そこまで一致しないっていうところがあります。でこれが、まあ、例文なんですけど、ちょっと字小さいんで、まあまあ、気になる方は、論文の方チェックしてほしいんですけど、まあ、選択されたっていうのは、まあ、アンダーラインがあるところは、高血圧の、予約として選ばれたもので、で太字になっているところは、糖尿病ですか、糖尿病の、予約として選ばれた、分または、まあ、分の一部という感じになっています。で、このデータ使って、まあ、シラはまずベースラインということで、まあ、SVM と、まあ、リニアチェーン CRF と、まあ、CNN で実験します。で臨床記録だと、分は短いことも多いそうで、まあ、でかつその意味っていうのが文脈に依存するっていうところがあるみたいです。で、トレーニングデータの、各文中に予約として注釈が作られているのは 3%、まあ、さっき言ってたあの 4,5 分っていうところです。で、こちらが結果です。まあ、まあ、これはベースラインなので、まあ、あくまでこんな感じの値っていうところです。あ、F 値です。で今回は合わせて抽出型予約する上で、まあ、パイプラインっていうか、まあ、その流れっていうのも一緒にこういうのがいいんじゃないかっていうのを提案しています。で、まあ、普通にこのまんまなんですけど、まあ、前処理してあげて、なんかコンセプトレコグニションを、する、先行研究があるみたいで、そこら辺で、どれがどんな情報を持っているかっていうのを、まあ、あの程度してくれるツールがあるらしいので、そういったもので使っていきます。であとは情報別にこうそれぞれで、まあ、分類して、まあ、必要なものを上で持ってくるという形です。で今回、1個の情報に対しては、既存の別のタスクの、ラベル付きデータセットっていうのを使ってあげたとしてました。で、これ結果、今回結果は、リニアチェーン CRF しかしてないんです。いや、論文内でもしてないんですけど、まあ、一応これは結果になります。で、まあ、どれがどれだけ貢献するかというところなんですけど、まあそうですね、まあ、セクションとか、まあまあ、そんなにこう劇的にどれが1個ですごく上がるというのはそんなにないんですけど、まあ、セクションとか効いてるよねっていうところになります。で一番下のオールっていうのは1個前でこういろいろつけてこうアノテーションツールで情報
アノテーションしてこうどれがどんな情報を持っているかっていうのを書いてあると思うんですけど、それ全部あの特徴量として突っ込んだっていう形の、結果になっています。で、ここまでまあタスク設定して、まあ、ベースライン見て、パイプライン提示してっていうところで見てきたんですけど、まあ、今回の取り組みで、まあ、得られた3つの、まあ、結構ポイントっていうか、まあ、そういったものがあって、で、まあ、さっきも触れたんですけど、まあ、ようやくの参照文を作る作業、まあ2人で、革命書2人であのチェックをつけたって言ってたんですけど、まあ、参照予約っていうのは、まあまあ、2人の一致度を見るからに主観的な要素があって、その医師によっても、まあ、病気に直接関連するものなのか、まあ、全体として必要なものを持ってくるのかとか、なんか結構あの論文に例がいくつか書いてあったんですけど、気になる点というか欲しい点が欲しい情報というのは異なるっていうところがあるっていうところで、まあ、これっていうのは、まあ、この、 あの医療文書の要約っていうのをしていく上で、まあ、利用者がっていうのはシステムになると思うので、まあ、このタスクで、どうしても出てくる問題性質っていうところであります。で、今回2人でアノテーションして、もう別の1人が、内容チェックしたんですけど、この3人目が、まあ、ちゃんと一貫した参照文を得られるようにこうチェックするというか、バランスを取るというか、そういったことをしてあげることが、まあ、一貫したシステムを作る上で、まあ、重要ということが考えられるというところでした。で、2つ目で、まあ、今回の、実験結果からだとちょっと分かりにくかったんですけど、まあ、今回あのパイプラインの中で、別のデータセットのラベル付きデータ使ったっていうのがあったんですけど、それっていうのが有効だったので、まあ、既存のデータ、別のタスクであっても他の、あのタスクから持ってきて使えるものを扱ってあげないと、まあ、ローリソースだからっていうところで、まあ、そういうのも有効だよねっていうところがあの触れられてました。で、3つ目に、今回、その2人、あのデータ2人の中でこう選ばれる分が違うっていうのもあったんですけど、その要約に含めるべきかどうかっていうその微妙なところっていうのを、まあ、この論文では完全に把握してないっていうのがあって、まあ、1個例ちょっと挙げられてたんですけど、把握してないっていう点があります。で、また別にこう例として、まあ薬物に関連する事象の、情報ですねっていうのが、まあ、患者さんの安全性にこう影響があるので重要なんですけど、頻度が低いと。で、こういったものはでも必要なので持ってこなきゃいけないと。でも頻度が低いしっていう。で、それが重要だってことが、文書の中じゃなくて文書外の知識を使わないとわからないので、そういった点をちょっと考えてもくとやっていかないといけないと。で、まあ、これはまあ、これはまあ他の、一般的な、ドメインの予約アルゴリズムっていうのを持ってきても、ちょっと解決しない問題かもねっていうところをちょっと挙げてました。コンクルージョンです。で、この論文では、まあまあ、EHR 診療記録から、まあ、抽出型の予約のための、まあ、自動化システムっていうのを、まあ、提案して、まあ、データセットを作ったりっていうのをしてます。で、それと合わせて、まあ、こういった、予約のこうパイプラインがいいんじゃないかみたいのも提案してます。で、この手法は、ラベル付きデータとまあどうしても少ない分野になると思うんですけど、そういったものが、ある程度ないと、まあ、使えないこうシステムとか、モデルとかあるというところで、まあ、そういった、データセットっていうのが、利用可能になるまでは、こういった、手法は有用なんじゃないかっていうふうに、述べられていました。以上で発表終わります。